今回のですね、オンラインセミナーでは、グリップの幅による、体の使い方の違いというのを説明していきたいと思います。ご存知の方も多いかと思うんですけども、私は基本的には、狭めのグリップですね、いわゆるナローグリップと言われているものを、中心にしてトレーニングを構成しているんですけれども、まあ、試合に向けてですね、少しずつ手幅を広くしていくことが、まあ、通常のパターンという形ですね。で逆に、例えばワイドグリップを主にされている方は、例えば補助種目として、ナローグリップでのベンチプレスをしたりとかですね、もしくはもっと狭いクロスグリップで三頭筋を狙ったりとか、そういったことでバリエーションとしてグリップ幅を変えることもあるかと思います。でその時に、このグリップの幅によって、体の使い方っていうのは若干変わってくるんですね。でその時の体の使い方っていうのをまず一つ目として、重心の位置の違いっていうところから、説明させてもらえればなと思います。で、基本的に自分の体にとってやりやすい幅っていうものを基準として、捉えていってください。ワイドグリップの方はワイドグリップ基準に考えてもらっていいですし、ナローの方はナローで、基準として考えてもらって構いません。で、ナローグリップとワイドグリップの一番の大きな違いっていうのはですね、このバーを持った時に肩に対して真上にある、そしてボトムの際は、溝落ちのあたりにバーが降りてくる。これは変わらないんですけど、その時の肩甲骨のですね、収まり方っていうのが、ワイドの場合は内転がすごい強くなる形です。でナローの場合はそこまで内転を強くするっていうよりは下勢ですねを強くする。で共通するのがどちらも下方回旋っていう肩甲骨をこのような形で回していく、下側にこうくるんと回していくっていうところが共通点となります。で、下勢に対して内転の場合、まあ、ワイドの内転の場合はですね、比較的に肩甲骨の上側の部分に重心が集まることが多いです。まあ、上角肩甲骨の、ね、上側の方の、この角のところですね、ここを中心に集めていく形として、そこから下方回旋がかかるので比較的上の方に残りやすい。でそれに対してナローグリップの場合は下勢にプラス下方回旋が入るので下の方に重心が集まりやすくなっています。さらに言うと、この重心の位置が、まあ、少し肩甲骨の上側に残っている、下側の方にあるっていうトップに対してボトムはどうしたらいいかっていうと、はい、いつもオンラインセミナーご視聴ありがとうございます。まあ、いつもねこういう感じで毎週ね、やっていくので、ぜひね、皆さんも見てください。気になる方はね、ここをポチッとお願いいたします。よろしくお願いいたします。